これを見ると、アセンブルドインチャイナ、中国製みたい。出てきました。iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi モデル 256GB。 おお、すごい。では早速中身を見ていきたいと思います。ちょっとキーボードを抜けておきます。から開けるの？こうなってるな。これで開けれるのか。箱こんな感じですね。なんか芸術っぽい。これでも作品になってるような箱。箱はかなりかっちりしてますね。すごい。高級感ありありです。ではちょっと中を見ていきましょう。入ってくる。トン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 ト
これこうなってるな。お。うん。ずっしりきますね。ちょっとこれを置いておいて、付属品の方を。ここには何だ？これは？こちらは、マニュアルが入ってるようですね。こんな感じ。フェイス ID とコントロールセンター。あとなんだ。あ、こうか。フェイス ID、コントロールセンター、ヒント。じゃあトップボタンと電源オフ。これだけですね。もう必要最低限のことしか書いてないっていうマニュアル。あとは、これは、字が小さいんで、ちょっと眼鏡を。安全性の説明とか、あとはあれしかない。こちらは、リサイクルについての説明書。これは、なんかシールみたいなのあるけど、貼っとけということでしょうか。んだけ。あと、これは、これもシールっぽいな。
貼るんでしょうかね、ちょっとわかんないですけど、まあこれはとりあえずしまっておこうと。あ、こっち、これあと入ってないな。あとは何もないですね。あとこれは、コンセントですね。あとはこれはタイプ C のケーブルですかね。こんだけですね。以上ですね。これはあとはないんだろうな。中はこんだけだな。非常にシンプル。じゃあ早速本体の方を見ていきたいと思います。おお、これか。これは、おお、すごい。いきなりほこりついちゃったな。ちょっと。iPad は初めての購入なので、使い方はちょっとまだよくわかんないんですけど。